生きてく TV。 皆さん、生きてく力鍛えてますか？生きてく TV、 生きてくパワーをお送りしていきます。コメンテーターは平山秀吉さんです。よろしくお願いいたします。はい、今週もよろしくお願いします。平山さん、前回ね、すごい盛り上がって、はい、うん、話がどん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 続きました、ね、うん、今回はですね、その後半をお送りしたいと思います。はい、はい、平山さんの話も盛り上がってますのでね、うん、はい、じっくりとご覧ください。あの、前の時代に比べてより今の時代は女性は どんな風に なっていくかっていうのは、なんか森岡さん的にはどういうふうに思われてますか？そうですね、やっぱり、まあ、かつてに比べれば、やっぱり、社会進出というか、もうそれはもう当たり前になってきて、で、まあ、その中でこう力をこう発揮していく存在になるだろうと思うんですけど、まあ、それにはやっぱりあの男性側のサポートというか、まあ、サポートといったらあれな、あのちょっと語弊があるんですけど、まあ、男性側も女性のことをきちんと理解をして、それで互いにこう一緒に社会に出て家庭も築いて、子育てもして、まあ、そういったまあ男女の垣根とかそういったものはどんどんなくなっていくんじゃないかなと思いますね。そんなこうことを考えている女性たちがこの動画を見ると、今一度こう自分の中で対話して新しいこう自分の在り方を発見できる、そんな内容になっているんですかね。そうですね、本当、サルトルは非常に女性好きだっていうことがこの講座の中で宇津美様おっしゃってるんですけど、まあそうで非常にモテたと。サルトルは、サルトルは女性の気持ちを分かってるんじゃないかなと、やっぱり思いましたね。なんでやっぱりあのサルトルの言葉っていうのは女性により伝わるんじゃないかっていうのは感じますね。サルトルの大ファンの久美子さん、いかがですか？はい、全く本当素晴らしい、素晴らしいんですよね。あのサルトル自身は悩み悩んですごくトラウマを抱えて育ったのでね、見た目ね、ご存知の人分かると思うんですけど、極度の斜視だったり背も157センチぐらいしかないので、うん、すごいコンプレックス、それを乗り越えてモテですから、うん、哲学したんでしょうね、うん、と思います。まあ、久美子さんはもともとサルトルがお好きで、はい、皆さんに伝えていらっしゃいましたけれども、はい、この時代の中でサルトルの本を出されて、はい、そして今回は動画というふうになってますが、はいはい、どうでしょうか、その時代の背景と今、はい、サルトルを伝えることについて。はい、全く合ってきたと思います。うんうんうん、どういうところが合ってきましたか？実存主義っていうものはキルケゴールから始まってサルトルまでの大体代表的な哲学者は5人ぐらいいるんですけれども、その中にニーチェとかハイデガーもいるんですが、それがもう取り立たされて、そこが今の時代に合ってるっていうポイントが、やっぱり自分は誰であるのか、自分はどう社会に貢献するのかっていう実存が本質に先立つっていうのがぴったりな21世紀になっているので、まさしくっていう感じはしますね。早かったんだと思うんですよね、サルトルの、はい、の考え方も 最先端だと思うし、なので今がちょうどいいんじゃないかなと感じております。そしてその本を読んだ方はもちろんなんですが、はい、これから本を読む方はその動画もね、はい、セットで、はい、ご覧いただくと、そのサルトルの哲学がより分かりやすく、はい、そして実生活に役立つようになると、はい、そうですね、うん、あのサルトルの特徴はやっぱり小説を書いていらっしゃるので、あの文学賞の候補にも上がった方ですから、その小説がより身近に読めると思います。だから哲学書を読むっていうよりもサルトルが書いたあの哲学小説みたいなものの方がもしかしたら入りやすいかなというふうにも思います。森岡さんはその公文社でのデジタルサイトで、まあ今までもいろんな動画があったが、まあこの時代哲学ということで販売をスタートされました。2月9日にもすでにリリースされてますけれども、もう購入数も上がってきているんでしょうね。そうですね、あのおかげさまで非常に好評で、あのダウンロード数も当初の予想よりもかなり上回っていると、配信したあのものが
申しておりましたまあでもね、もっともっと多くの方に、それこそ久美子さんは120万人この発展っておっしゃってますので、はい、多くの方に見ていただきたいですよね。そうですね、やっぱりご覧になった方はその良さというか、まあ、それをどんどんこう SNS とか、まあ、口コミとかそういったもので拡散をしていただきたいと。今の時代、まあ、やっぱりなんだかんだ言ってこう人の口コミ、人からの紹介、まあ、これがやっぱり一番やっぱり強いメディアなんで、それをどんどん活用していただきたいなというふうに思います。はい、ぜひ皆さんね、配信それから SNS なので発信していただきたいんですが、まあ、ここにはプロデューサーの平山さんもねいらっしゃいますので、そういうのはもうプロ中のプロですけど、どうでしょうか、その多くの方に見ていただくのには。あ、この動画を、うん、なんかさっきちょっと森岡さんそのパンダ、うん、ちょっと見せていただきたい、すみませんね、うん、これめちゃめちゃ面白いじゃないですか、この企画で、ね、もともと公文社さんは女性自身というのも出しておられるんですけど、やっぱ久美子自身っていうのをまず発刊していただいて、はい、で中身は当然なんか写真集みたいな山形のなんかどか自然を走ってるとか、ね、うん、でキャッチもなんかそのなんだろうな、うん、となんかビジュアル系じゃないけどなんかハイジ系哲学者とか、あ、ハイジね、その平山さんは久美子さんのことハイジに似てるって、そうそう、東北の山々が生んだハイジ系哲学者久美子自身みたいな写真、すごい嬉しい、ハイジ大好き。どうでしょう森岡さん、この企画は。あ、面白いですね。嘘だ、ペーターで出てもらう、平山さんに。ペーターで、ペーター、ハイジとペーターで似てるでしょ。じゃあ自費出版しましょう。そうですよ、多分通らないと思います。あ、そうか、まあ例えばね、僕だったらそのこの動画をね、いろんなジャンルの方に見ていただいてコメントしていただくのをネットに上げるとか面白いと思います。例えばアスリートの人が見たら、あ、実はスポーツっていうのも哲学すごい大事でとか、ミュージシャンだとか文化人だとか学校の先生だとか大学生だとかね、なんかいろんな方がこの動画を見たその感想を動画でこういろんなところでアップされてたりっていうのがすごく面白いかなと思うんですね、うんうん、あともう一つやっぱり久美子さんの露出量をちょっと上げたら当然いいだろうな、ラジオとかちょっとしたその雑誌、まあ、それこそ女性自身のなんかインタビューにかっこよく出ていただいたりとか、いろんなそのメディア媒体にね、テレビとか出ていかれたらいいんじゃないかなとかって思いますけどもね。なるほどです、はいはい、久美子自身楽しみにしたいと思いますけど、はい、着ぐるみ着てもいいですよ、パンダの。いや、もうそのままでもう十分ですね。ありがとうございます。でも実際にもう2月9日にリリースされていますので、感想など届いていると思うんですが、いかがですか？やっぱり哲学を好きな人は分かりやすいって言ってくださるので、あとその本との対比っていうか、あ、これはこういうところからサルトルが言ってるんだっていうのをリンクさせてる感想も面白かったし、あとはやっぱりお勉強好きな人ってとことんお勉強好きなので、隅々まで見ていただいてるのね、うん、そうすると、まあ私が言うのもなんですけど、丸一つ足りないって言われた声が一番嬉しかったかな。なるほど、はいはい、こちらの超解釈サルトル動画ですけれども、9本、動画が入っています。そしてレジュメも、ダウンロードできるようになっています。動画でだけですと4400円、そして超解釈サルトルの教えの本とセットで5500円です。確かに丸一つ足りないかもぐらいの価値があるということですよね。いや、私は全く適切な値段をつけていただいたなと思ってますし、この手頃な値段で皆さんにやっぱりお届けしたいっていうのがあったので、すごく お求めやすい金額設定にねしていただけたんですね。そうですね、はい、やっぱり若い人にもたくさん、うん、見ていただきたいというのがあったんで、まあ、購入しやすい金額というのはこれぐらいかなというので設定させていただきました。はい、こちら超解釈サルトル動画、公文社のデジタルサイト、ここデジで購入することができます。ぜひたくさんの方にご覧いただきたいと思います。さあ、そしてご覧いただきたいとなりますと、もう一つ久美子さんが最近始めた、はい、
動画ですよね、はい、そうですね、はい、正式にはまだ生配信っていうのそれをやってないんですけどその予定で、はい、哲学チャンネルを始めようと思います。うんうん、うんうん、はい、はい、YouTube の生配信で久美子さんが哲学をお話しになる哲学チャンネルが、まあ、配信されるのは4月からスタートということです。はい、はい、それもぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思いますし、はい、森岡さんとのタッグで企画も進んでますよね。はい、そうですね、今度はあのキルケゴールという、非常にいいサルトルを上回るのではないかというぐらい難敵ではあるんですが去年ぐらいからあの準備を始めて今年、皆様のもとにお届けできるのではないかと須美さんに頑張っていただいているところです。久美子さんどんな本になりそうですか。はい、すごくあのサルトルのもともとの僧と言われている実存主義を始めたって言われている人なのであのもうなんて言ったらいいのかな深く深く進化発展の進むかではなくて深いか進化の方になっていくのがキルケゴールの特徴なのでまあ魂レベルで哲学を届けできるんじゃないかなというふうには思ってます。すごい、キルケゴール、サルトル、うん、それから哲学チャンネル、動画ともうすごい哲学ばっかりですけれどもいかがですか。もうでも熟されてるからね、うんうん、あの津美さんがやっぱりこれから日本を代表する、ねまあ、そのなんとか哲学者になっていただきたいです。まあ、そのこれからは言葉もねいろいろとその翻訳してくれるね IT もあるからやっぱ世界的にやっぱりこうもっと出ていっていただきたいなと思ってます。久美子さんは今年は特に哲学する、はい、ということをテーマに挙げていらっしゃいます。そうですね、はいはい、うん、いかがでしょうこのスタート出だしいい感じですが。いやもう完全になんて人間であることの隠し事なしっていうかその人そのままを表現する時代っていうそういうのにはキルケゴールの哲学は最高だと思いますので、うん、いいなんかまた波が来るんじゃないかなと勝手に思ってます。まあ、森岡さんはねなんか喋り方も雰囲気も哲学者っぽい感じだなというふうに思ったんですが、どうでしょう久美子さんとタッグをね組まれて何年か経ちまして今年特に哲学するっていうのって深く進化されてるんじゃないでしょうか。そうですね、やっぱり、まあ、今年今コロナがまあ少しは収束してきてたかと思ったら、まあ、今度はあのウクライナの方が非常に大変なことになっていると、まあ、とにかくやっぱ不安な状況というものはこれからあのずっと続いていくんではないかと、やっぱりそんな中でやっぱり一人一人がやっぱり哲学を持って強い気持ちでいるということがやっぱり 大切ではないかなと思うので、そのあたり、まあ、津美さんの力を借りて、そういった本当に皆さんのお役に立つ哲学を発信していけたらというふうに考えています。平山さん、うん、今回お二人にお話じっくり伺いましたけどいかがでした。なんかこのお二人のこう組み合わせというかタッグというかね関係性とかがなんかこの動画を生んだんだろうなと思いますね。でまたやっぱりね女性目線でずっとこうお仕事されてきた森岡さんプロデュースってことになると思いますのでやっぱりその多くの女性にこう見ていただきたいですね。でそれでかつこうその一人一人がさらに自信を持ってね自分らしくこういうふうに生きてみようっていうなんかこう人生の新しいなんか扉を開けられればねあの素晴らしい企画なんじゃないかなと思います。はい、はい、ということで、まあ、今年は哲学するがテーマの1年です。ぜひ皆さんには動画をご覧いただいてさらに哲学していただきたいと思います。超解釈サルトル動画公文社のココデジで購入が可能です。この概要欄にも載せておきますのでぜひ皆さんそちらからご購入いただきたいと思います。ということで、今日は4人で最後のポーズでお別れしたいと思います。オープニングよりもちょっと元気な感じで、はい、笑顔でよろしいでしょうか。はい、いきますよ、せーの、生きていく。